はい、ということで今日はですね、カモンマテリアル、はい、スペシャルということでですね、いずれあなたが知る話、前夜祭、昼にやってるけど前夜祭、ということです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。真っ昼間にやってるんですけどね、今ね、はい、なんですけど前夜祭です。はい、はい、前夜祭です。で、まあ明日からなんですよね、はい、いよいよでございます。東京で、トリウッドでね、3週間ほぼ満員、だったこの、いずれあなたが知る話がですね、ようやくですね、大阪重曹、シアターセブンで明日から、上映ということになります。さあお二人どんな気分ですか今。いやもうちょっとドキドキしてますけど、私こんなに大阪に滞在することがなくて、うん、ちょっと1週間ぐらい前から来てるんですけど、はい、結構ねその重曹の方とか大阪の方めちゃめちゃ優しくて、うん、あー知ってるこれ見ようと思ってましたとか声かけてくださる方結構いらして、なるほど、いや嬉しいですね。大阪あったかい。あったかいですね。あったかいです。あったかいです。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうなんですか。いやもうやっぱりね、東京の監督とかに聞くとねシュールすぎない一応 TikToker 今日やらせてもらってるんでほんまはコスチュームも着てるんですけどね、重曹、重曹ちゃんね、上だけ重曹ちゃんで、はい、重曹で、はい、あの上映するんで重曹ちゃんでやらせていただいてます。はい、はいはい、でそうですね、あのやっぱ東京の方からすると大阪上映はちょっと成功しないんじゃないかと、うん、そういう意見が多い中、うん、僕は絶対成功させますということで、うん、実は僕関西人なんで、もともとそうですね、はい、凱旋上映ということで必ず成功させたいと思います。だからドキドキしてます。なるほど。もう言い切ってるんで。なるほど、なるほど。はい。はい、まあそうなんですよね。だからまあそのドキドキもワクワクもしてるこの明日からの 2週間、とりあえずまず2週間ですね、はい。そうです。まず2週間の上映ということなんですけれども、はい、今日はですね、まあその前日ですから。まあ、それをまあちょっとお祝いしてというか、まあちょっとね、景気づけにね、いろいろとお話していきたいなと思うんですが、大山さんはね、あの俳優だけじゃなくてね、はい、あの監督もされたり、まあいろいろ、もう散らかってますよ、いろいろ、いろいろやってます、はい、やらせてもらってます、TikToker もやってますから、ね、TikToker も近いやってますんで、はい、はい、なので、まあ大山さんのデビュー作、監督デビュー作、はい、っていうのがあるということなんで。そうなんですよ、はい、世にまだ出回ってない、はい、まあ、一応ちょっと東京のケイズシネマさんでちょっと流れたんですけども、はい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 、まあ基本的に劇場公開というのは初めてということで、なるほどなるほど、はい、はい、でそしてまあ私もですね、まあ、デビュー前のものすごく短いやつ9分とか8分とかそれぐらいの短いやつを、まあ一緒にちょっと見ながらですね、お互い所属作的なものを見るっていう不思議なイベントなんです。そうそれでその辺でちょっとお話しながら、はいはい、まああのね、小原さんも初めて見てたということなんで、はい、まあ、ちょっとご意見いただきながらですね、はい、そういうので盛り上がりつつ、まあ、ちょっとお遊びの映像もちょっとあったりするので、はい、お遊びちゃいますよ、うん、お遊び違います、うん、はい、うん、はい、ギャンブル大戦争、はい、はい、そういうのもありますんで、はい、そういうのも見ていただきつつ、はい、そして明日に盛り上がっていきたいという感じでございますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ではですね、まずは私の、はいはい、所蔵作から、はい、上映させていただきたいと思いますので、はい、とりあえずじゃあお二人はあちらの方へ来ていただいて、はい、はい、楽しみ、はい、では客電お願いいたします。はい、あのタイトルだけおっしゃっていただいてほしいですか。はい、まあ一応見たら出てるんですけど、僕だけのフライミートゥーザムーンという作品になります。はい、thank you.
せライブ、波地香織さん、あ、もうすぐ始まるから奥入って。いや、ライブじゃなくて、ちょっと待って、ごめん、かおちゃん、お客さん、ちょっと出てきてくれる？なんなん、もうステージやねんけど。ショー、これ、僕返しに来ました。オラウス試合ないし、それは大体さ、はい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 、ここで終わりやから、あっち行こう、あっち。くせに、父ちゃん、もう始まるで。小さいあんたを置いて出て行った理由、いつかあんたに話したいと思ってたよ。せやけど、今からステージやから。なんだよ、今言えよ。また何も言わずに行くのかよ。Fly me to the moon, baby, red moon, that's me. Do what's been like.
しなきゃいいんだよ。でも結婚するし。え？彼と？うん。そうなの？なんか怪しいとこないの？いや、特にないかな。本当に？彼に対してなんか不満とかないの？ちょっと怒りっぽいとことか？え？ DV されてない？ワンアウト。私の行動いちいち知りたがるのも怪しいのかな。はい、スリーアウト。え、ツーアウトは？ゲームセット、真っ黒です。そう。裏で男を何やってるか分かんないよ。あんたさ、こんな仕事して男信用してんの？萌野さん、お願いします。はい。盲目になんなよ。はいはい。もんでよ。いや、もんでるし。ほんとだ。あ、そうだ、牛丼買っといたよ。あ、ありがとう。でも今はいいかな。え、どうしたの？なんかあった？今日の客マジで最悪でさ。なんか嫌なことされた？ああいう客マジで無理。生理的に無理っていうか、怖すぎたんだよね。そこまでなの？だって思い出しただけで今鳥肌立ってるもん。うわ、今日お仕事お休みなんですか？はい。いつも水割り飲まれるんですか？はい。大丈夫ですか？手の皮を食べてるんです。え？ご飯食べて
手の皮を食べたら永久期間が完成すると思いませんか。いや、あ、そうだったらうんち食べなきゃ。どう思う？どう思う？あ、いい匂い。あ、いい匂い。書きます？いや、大丈夫です。大丈夫です。あなた、匂わないならさ、自分でやってみたらいいよ。いや、できるかな。できるよ。ここさ、歯を当てればね、やりやすいと思う。いや、できないですよ。大丈夫。俺ね、やれない人の気持ちわかるから。手の皮を食べるんじゃなくて、ここのね、手の細胞を前歯で削り取るイメージだよね。削り取るイメージ。やめてくださいよ。もうキャバやめなよ。もうやめな。今すぐは無理だよ。いろいろあるし。うん。でも心配なんだよ。俺許せねえよその客。大げさだな。可愛いやつめ。いた。いった。いや。いやストップ。ストップ。本当にやめる？うん。よかった。来週楽しみにしてるから。来週？え？忘れたの？なんだっけ？おい、そのためにあのワンピース買ったんじゃん。おお戻せ。あー、これ俺の兄貴たかし。どうも。彼女の優香。ホットでいいかな。うん、ホット2で。かしこまりました。最近どうしてんの？まあ、ぼちぼちかな。どうしたの？緊張してんの？ううん、全然そんなことないよ。ねえ、ん？兄貴ってこう見えてさ、うん、あ、優香って仕事何してると思う？ちょっと。え？なんでしょう？なんだろう？めっちゃ OL っぽくない？優香ってこう見えてさ、実はキャバクラやってんだよ。ちょっとやめてよ。意外じゃない？優香ってこうキャバって感じしないじゃん。うん。兄貴はキャバとか行くの？俺行かないね。そうだよね。普通行かないよね、そんなとこ。まあ、そもそも結婚してるもんね。うん。あ、ごめん。ちょ、俺トイレ行ってくるわ。兄さんだったんですね。あれはストレス発散と言いますか。はあ。ああいうことして反応を見て楽しみたいっていうか。反応を見る。ええ、ちゃんとわかんないです。すいません。私生活はひりついていたいっていうか。はあ。僕がああいうことするのは理屈じゃないっていうか。はあ。つまりその性癖です。ああ、性癖か。なるほどなるほど。
すごくご迷惑でしたよね。いえいえ、全然全然大丈夫です。なんかすいません。いえいえ、全然全然。あの、このことを弟には黙っておいてもらえませんか。もうしとけた。早すぎんだ。だね。で、どこまで話したっけ。どこまでだっけ。あ、そうそう、優香の客さ、変なやつばっかなんだよ。いや、私の客っていうか、いいからその話。いや、心配なんだって。大丈夫だって。大丈夫じゃないじゃん。手の皮を食べる客とかいるんだって。頭おかしいよ、ね、だからもういいって。生理的に無理とか言ってたじゃん。吐きそうになったとか。そこまで言ってないよ。言ってたよ、怖がってたじゃん。ご飯も食べれなくなってたから。うん、俺さ、そいつ許せないんだよ。女性を怖がらせるなんて最低だと思わない？うん、気持ち悪いよな。金払って女性に嫌な思いさせてさ、あ、直接俺がボロカス言ってやりたいよ。お客様、他のお客様もいらっしゃいますので。すいません、すいません。そうだ兄貴、ん、俺そいつ訴えらんないかな。え、兄貴こう見えて弁護士やってんのよ。え、ね、うん、店の防犯カメラとかさ、証拠になんないかな。兄貴、何とかしてくれよ。ちょっと落ち着いてよ。訴えられただけでも社会的なダメージは受けるよね。やめてよ。やめないよ。優香にさ、許せないんだよ。だから頼むよ。いい加減にしてよ。なあ兄貴頼むよ。力になってくれよ。頼むよ。なあ兄貴頼むよ。ちょっと待ってよ。弟の婚約者がこんなに傷ついてんだよ。ねえ、弁護士やってんでしょ。何のためにやってんのよ。それ俺。え、手の皮を食べるおじさん。それ俺。うん、このことを弟には黙っといてもらえませんか。違います。え、私が言ってた手の皮を食べるおじさんはあなたのことじゃないです。いや、俺だよね。違います。俺でしょ。違います。いや、俺しかいないじゃん。違います。ほら、ほら、な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 、お願いします。はい。終わったら飲み行こうよ。よいしょ。じゃあ後で。何も言わないのね。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけない。なんとか言えよ。ねえ、なん
来てさ、萌えのって女に嫌がらせしてくんない？嫌がらせ？うん、店辞めさせたいんだよね。はあ、あいつさ、私の客飛んだよ。こそたらなの。いや、でも…でもじゃねえんだよ。そういうのどうなんですかね。妻子持ちの弁護士が独身ですって嘘ついて私の妹と付き合うのはどうなんだよ。すいません。すいませんで済んだら弁護士いらねえよな。はい。おい、こっち見ろ。店に来ててめえが一番嫌だと思う性的暴力やれ。性的暴力して濃厚接触しろ。いいの？ちゃんとやれたら奥さんには黙っといてやるからな。濃厚接触？こうやんだよ。なんだよ、世の客やれっつってるだけだろ。やめるか？妹に奥さんとこ行かせるか？やらせてください。あ？やらせてください。押し上げられた。そこ客でのすいませんお願いします。はい、はい、すごい。いやー、はい、まだありがとうございました。はい、いや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 、本当にね、全然プロがやってないんで録音がもう無茶苦茶なんですよ、はいはい、だからあんまり音がね、セリフの声がちょっと聞こえにくかったりとかで、うん、分かんないところがねいくつかあったと思うんですけれども、はい、まあまあああいうやつ、どうでした？まず、まあ、お母さんとの再会じゃないですか、うんうんうん、その、この、まあ、いろんなね、うん、過去映画で描かれてきた、うん、そういう母と子の再会っていうのを、うん、あの狭い立ち飲み屋で起こるっていうことがめちゃめちゃ素敵だなって思いました。なるほどなるほど。もうざわざわめちゃガヤガヤしてて、うんうん、おじちゃんも飲んでるし、そこで再会するっていうのがもうすごい好きだなって思ったのと、うん、はい、あとやっぱその関西弁と、うん、まあ、主人公 の男の子が普通に東京弁とか、ね、東京弁で、はいはい、じゃないですか、うん、なんかあれだけでもその世界が、うん、知らない土地に来て、うん、でもなんかもう、あ、お母さん感情移入してる今。お母さん感情移入してる今。息子の方です、息子の方この地に来て、もうあのガヤガヤしたとこ行って、しかもね、昨日ちょうどさ、行ったじゃん、あの、あ、道頓堀ね、道頓堀、ちょうど行ったんですよ。であそこ独特じゃないですか、はい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 、もう本当に大阪の濃いとこに詰めましたみたいな、うんうんうん、あそこに行ってお母さんに会いに行くっていう気持ちとか、うん、いや、なんかね、それがね、もう言葉だけでもすごい感じられて、すごい良かったです、ね、はい、ありがとうございます。今風に言うとエモいですよね。そうね、あの、特にね、子守歌のね、うん、はいはいはい、あれが蘇るところは本当そうですね。あれはね、まあ、僕はシナリオセンター大阪校ってところに通ってたんです。そうなんですね。そうなんです。で、その40周年の記念で上方わが町ショートシネマフェスティバルっていうのが行われて、はい、でその大阪校の生徒を9つのチームに分けて、うん、でその9つのチームで、8分間のショートフィルム作りなさいっていう、それお題が出たんですよ。でそれを
大阪 の中央公会堂っていうのがあるんですけど、はい、その中央中之島にある中央公会堂っていうところで大スクリーンでみんなで見てどれが一番か決めるみたいな、そういうのをやらせてもらって、まあ、一応2位かなんかになったんですけど、これわ素晴らしい。1位と、じゃあこれ3位、これが3位で、はい、1位取ったも一応僕が監督したやつやったんですけど、すごいじゃないですか。僕9つのうち3つ監督してるっていう。それ日浦さんの。いやそうではない。そうではない。あの3つ目のやつなんかもあの順位がわからんぐらい下の方やったっていうやつなんですけど、まあまあそれはさておき、はい、あのでその時にそのあの難波屋さんっていう、はい、あの西成にある立ち飲みで奥に、うん、あのライブスペースがあって、はい、でそこでね西成ジャズっていうのが10年ぐらい前から行われてたっていうのがあって、本当にあるんですね。あるんです、あるんです、で今は難波屋さんがちょっと改装しちゃってもうあんな感じじゃないんですよね。そうなんだ。でいやもうしょうがないんですよ、建物が老朽化したから建て替えになっちゃって新しくなっちゃって全然違うんですけど、西成ジャズはまた別のところにあの拠点を移して移転したってことですよね。あの今度あるあの、なんやあのドラゴン映画祭 の西成スペースハウスっていうのがあるんですけど、その並びに実は、うん、あの引っ越してきてあるんですけど、でその西成ジャズの人のとどう組んでやるかっていうお題がまずあって、うん、でそれに基づいて作ったのがこれやったんですね。で僕あのフライミートゥーザムーンをあの使って何かやりなさいって先生に言われたから、それでフライミートゥーザムーンなんです。あ、そうなんだ。そうです。あれもだからいろんな言い方をして、女の人がいろんな言い方をしてる歌なんですけど、私を月に連れてってとかって言ってるのも、はい、あのどういうことかって言ったら、要は私のことを好きでいてねっていう、だから好きな私を月にまで連れてくぐらい、飛んで月にまで連れてくぐらい好きでいてねっていうことなんで、ストレートに言ってないっていうところをとらまえて、私の気持ち分かってよっていう。で日浦監督の作品のタイトルって面白いのよ、太陽にドロップキックとか。それを見てみたいな思ってるんですよ、太陽の、太陽のドロップキック。そう太陽にするんじゃなくて太陽のドロップキック、そうとか、ね、気になるでしょ。気になる、タイトルだけでも。いや、いいね。そうめちゃめちゃ気になる、はい、ぜひ見ていただきたいです。はい、見たいです。、はい、他のも、はい、わありがとうございます。いえいえ、どうぞ。ありがとうございます。はい、そして大山さん。僕結構もう打ち合わせの時にね、うん、あの日浦監督とお話したんですけど、うん、やっぱり何ていうんですか、そのあの居酒屋のね、こう横に並んで喋るっていうのは家族ゲームみたいで好きなんですよ。僕も実はあの公開してないですけど、もう30分間ひたすらあの家族ゲームみたいに横に並んでお芝居するっていう作品撮ったことあるんですよ。それは遊びみたいなもんですけど、作品としてではないけど、そういうことやったことあるんで、すごい好きやな。まあ、ほとんど代弁してくれはったしね、もう僕が言えることってそんなないけど、やっぱりエモいね。すごい、僕にはああいうエモさって描けないから、すごくいいな思いました。うん。いやでもね、適材適所やな思いましたね。うん。絵だけでね、見せるね。そうものがね。うん。大阪の良さがすごく出た濃いところですよね。そう一番ね、ディープなんですよ、はい、あの西成から西でもね、あの最初に映ってるあれ新世界なんですけど、はいはい、通天閣がね映ってる、あれは本当あの環状線 の駅から北側の話で、うん、であの西成 の難波屋があるのは南側の話だから、うん、地理的なとだいぶ離れてるんですけど、そうでもあの多分一番分かりやすいのはあそこやからっていうので、うん、あの絵を使ってるんですね。はい、だから結構地理的には離れてるんだけど、うん、まあまあね、見て分かりやすい、大阪って分かるし、分かりますね。なんかあれですね、なんか大阪対東京みたいな。あ、そんな感じですね。そんな感じでしたね。じゃあ東京の方は、はい、はい、ご覧になってどうでした？あ、そうね、押し上げられた。まあ、そうなんですよ、はい、見てます。あ、そっかそっか、そうなんです。久しぶりに見たらやっぱなんかやりたいこと詰め込んでるね。まあ諸女作なんでね。ねえ、うん、いやなんか、いやでもそれがすごい良かった。ああ、そうですか。そう、なんかもう、うん、あらゆる手を使って楽しませようが。今度ね、あの日浦監督ともっとブラッシュアップしてあのリメイクしようか言うて、撮り直してるの。そうおお、あ、でもいいと思う。っていうね、一応話もしてたんで、もしかしたら、もしかしたらね、リメイクあるかもしれません。いや、はい、間とかがね、私やっぱ好きなんですよ、うん、これ、うん、
間の使い方がね、はいはいはい、あと音の使い方が独特でな、そう、そこも大山節だなって思った大山節効果音の付け方独特じゃない、あー、そうですね、その映画で見ないところ、うん、タイミングで、うん、そのリアリティの追求よりも見てる方の感覚的に音楽を切るところとか、うん、その音の使い方、効果の使い方をこうやってるから、はいはいはい、なんかリアリティよりも本当に体感どう させるかみたいなのを計算してる感じ、うん、もうちゃんとコメントされすぎて恥ずかしいですでしょうね、あのちなみに初見どうでした、あの見ていて、どうでしたご覧になって、まず最初の、はい、あのズボラの服がもうない、はいはいはい、ないんですよ。そうないんです。そうあれもないから。いやだからね、この世界にしか存在しないのがいくつもあって、南波屋さんの店もそうです。それがすごくね、エモいですね。大阪まで見た瞬間、おお、ズボラの服やとか思いながら、そうそうそう、もう今ないから。そうない。あの有名なやつ。うん、そう。そこもあれなくなってしまったんです。それはすごい感慨深くて。ああ、いいですね。大山さんの作品も終わるんかなと思ったら、はい、いきなり脇本って、はいはいはい、若干木更津キャッツアイかってそんな感じのとこあったななんて思いながら、マジまあね、そうですか受け継がれてきますから作品ってのはねというふうな感想です。いや少な、俺のやつ少な、それぐらいの比率でしょ今感想どいかがでしたもしよかったらあのご覧になったご感想とかいかがでしたか。あ、後ほどで、後ほどです。後ほどらしいです。はい。お伺いしたいと思います。はい。はい。まあまあまあ、こんな感じでね。はい。はい、まあ、2人の作品を見てみたんですけれども、はい、さあ、盛り上がってるんかな、皆さん。盛り上がってますよ。どうでしょうか、皆さん盛り上がっていただけてますでしょうか。はい。はい、まあ、この後ですね、もう一個あるんですね。はい。実は僕とカイドウ力也さんのギャンブル大戦争というですね、まあ、ちょっと YouTube で流すようなものなんでちょっと映画ではないんですけども、はい、スクリーンでちょっと初めて先行公開ということでさせていただきますので、はい、この後だから、はい、YouTube で公開するかかるのかな最後かな、わかんないです。今日最後ここでしか見れない。まだスクリーンで、初めてスクリーンで見るってことで楽し、ね、僕自身楽しみですんで、はい、はいはい、で日浦監督にね編集していただいて、そうそうそう、まあ合作みたいな感じなんで、そうそうそう、はい、編集は私もらいました、はいはい、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、はいはい、では、ギャンブル大戦争、東京大阪の次は大山対海道力也です。ギャンブル大戦争、はい、スタート。今日は海道さんに会いに来ました。じゃあ僕と一個賭けを、賭けを、はい、うん、この店で一番高いもの、まあ多分この辺だ、はい、じゃあこの賭けに勝てば私はこれをいただきます。海道さんが負けたらこのいずれあなたが使用者のチケット、こちら10枚ご購入いただきます。どうですか、お手伝いいただけますか。よろしくお願いします。じゃあやりましょうよ。やろう、やりましょう、やりましょう、やろう。じゃあ簡単なゲームです。簡単、はい、この10円と1円、どちらがも僕が持ってるか、これを当てていただくのか。どんな余裕でいいですか。10枚ですよ。いいよ。もっと少ないでしょ。15枚にしましょう。15枚。15枚ですよ。じゃあ15枚分で、私はこちらを購入させていただきます。どうしていいですか。いいよ。じゃあちょっと目を閉じて。目を閉じて。あ、後ろ、ちょっと後ろを向いてください。後ろ。はい。ちょっと待ってよ。はい。体回らない。はい、どちらかです。10円か1円、どっちを持っているかです。はい。こちらです。カラさん、こちらを持ってください。いいの？はい。今、こちら1円か10円、どちらを持っているか。1円。早いです。いいですか、1円。あ、うまいだ。うまい。じゃあ、ご購入ありがとうございます。ありがとうございます。そんなわけないじゃないですか。しゃあない。じゃあ、せめて、泉あなたが知らなくても。宣伝をしてください。いずれ、はい、あなたが死ぬ話、私の子供を探さないで、3回目の通り、パスです。ぜひ、あの、幸せ部でね、2月2日からやるんで、守るも気にしましょう。ぜひ、お越しください。シャドウさん、お待ちしてます。待ってください。ありがとうございます。見に来れ。お待ちしまーす。
以上でございます。客でお願いします。はい、はい、なるほど、はい、まあ、こんな感じです。大山くんはすぐギャンブル考えるんですよ。そうすぐ言ってくるよね。そうなんですよね、うん、ギャンブル考えるのすごい好きで、うん、なんかいずれもあれをやった時やっぱりクラファンの宣伝のために YouTube 配信やってた時、その時もオートタミっていうギャンブルを考え出して、そうなんかトランプ1枚引いて赤か黒かを当てさせるみたいな、で負けた方がクラファンに支援するみたいなので結構盛り上がったんですけど、そうすぐギャンブル、だからもうすぐ最近だからご飯食べに行く人と1円と10円ゲームどっちおごろう言うて。最近やってます。それはそうお金はかけてあかんからね。そうよ、そうご飯代ということで ね、はい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 、そうですね、はい、まあまあギャンブル大戦争、ギャンブル大戦争でした。勝ったわけですけども、もしかしたらお蔵入りになるかもしれませんよ。公開しよう、どうですか、公開してもいいと思いますか。全然かまらない、どうですか。あ、 OK 出た。じゃあちょっと YouTube で近々公開しますんで、また見てください。はいはい、はい、という感じでですね、はい、盛り上がってますか。盛り上がってるのかな。はい、どうもありがとう。まあ、ね、まあ明日からがいずれあなたが知る話の、はい、大阪公開というか、はい、ね、はい、になりますね。はい、19時55分の回です。19時55分ね、はい、はい、そうですね、はい、そして舞台挨拶、はい、あります、ね、はい、毎日おりますよ。毎日おります。ここはね、はい、います、はい。私もなるべくいますし、はい、あと明日の初日は、バンユウカちゃんと小野ゆりさんも駆けつけてくださるので、うん、はい、もうハーレム状態ですよ。明日ハーレム。あ、女子に囲まれて。女子に囲まれて。はい、そう、明日男になりますんでね、僕。とって。あ、そうか。そう、だから明日純装ちゃんじゃない。ないないない。あ、明日ね、なるほどね。オッケーオッケー。はいはい、あの、はい、上映後にありまして、はい、でその後ロビーでサインとかもね、はい、したり交流をね皆さんとできるので、ぜひぜひ来ていただきたいです。はい、大阪重曹シアターセブンさんです。はい、いずれあなたが知る話、9月2日から9月15日まで上映です。よろしくお願いします。はい、お願いします。あのカモンマテリアルでも取材に伺います。はい、ありがとうございます。はい、そう、動画がね明日上がるんですよね。そうなんです、そうなんです、はい、今日じゃないですよ、明日ですよ、明日の朝、はい、要は公開当日の朝10時45分からカモンマテリアル、はい、アップされます。まあ、ツイッターとかでまた告知とかありますよね。はい、はい、ツイッター見ていただいて、はいはい、その時はねフル重曹ちゃんだから、フル重曹ちゃんですよ。フルですよ、フル重曹ちゃんで写ってます、ね、はいはいはい、ぜひ見てください。まあ、あのトーク楽しかったですね。楽しかったですね、楽しかったですね、あっという間でしたけど、はい、めちゃめちゃ楽しかった、はい、いやいやいや、でもどうですか、まあ、せっかく明日公開なんで、うん、まあ、意気込みというか、そのどういう感じで、なんか一言、どうですか、はい、どうですか、はい、そうですね、なんか結構その東京の時も、うん、まあ、もうリピーターの方すごく多くて、うん、皆さん結構そのなんていうんだろう、考察好きな方が多かったんですよ。うん、なんか、あ、実はこうってこうなんじゃないのみたいなことを毎回こう私にこう伝えてくださったりして、それがすごい楽しかったので、うん、特になんかそういう考察系映画好きとか、はいはい、自分なりの解釈楽しみたい系の人はより楽しめると思うので、うんうん、ぜひね見て私とロビーでお話ししてほしいです。それはね確かにね、はい、あれは考察系です。そうですよね。うん、はい、だからあの人によって、いや、あれはこうなんですって言いたい人ってたくさんいるんですよね。うん、うんうん、あのこっち側、あのその主人公じゃなくて私こっち側の立場なんですみたいなとかね、はい、絶対ありますから、はい、はい、これはねもう見ていただいて、はい、ぜひそこにハマっていただきたい。はい。はい、そうすると今日はこの立場で見たけど明日はこの立場で見るとかね、そうなんですよ、いろんな見方が多分できると思いますので、はいはい、そういう作品になってますので、はい、ぜひ明日からのはい、シアターセブン、見に行っていただきたいなと思うんですが、じゃあせっかくなので、はい、予告編ですね。お、予告編、はい、はい、上映したいと思います。はい、はい、最後にじゃあ予告編を上映して、はい、終わりたいと思います。はい、はい、ではお二人、じゃあいずれあなたが知らなし予告編スタートです。はい。どんぐりころころどんぐりこ、お池に。子供のために AV 女優になるとか、いいお母さんだね。
かって来てて。やっぱスクリーンで見ると違いますね。やっぱりね、今後もしかするとその DVD とか配信なのかもしれないんですけど、やっぱりスクリーンで見ると全然違うんで、スクリーンで見たいですね。あ、ね、これね、本当にね、僕言いましたけど、トークでもね言ったんですけど、やっぱこれスクリーンで見ないとダメです、っていうのが、これね、本当にね、覗いてるような感じなんですよ、なんか覗き窓からこの人たちの生態を覗いてるみたいな感じ。ということは、あんまりアップとか多用されてないんです。だから表情をしっかり見ようと思うと、絶対スクリーンで見た方がいい。だからスクリーンで見ると一人一人の表情も見えるし、はい。なのでぜひ、スクリーンで、はい。お願いします。ね、ありがとうございます。その通りです。ということですので、ぜひ明日から2週間やってますけども、はい。はい、ぜひね、明日は明日で、もう多分そこ予約制なんで、もう結構初日2日目はもう完売に近い感じになってるんで、はいはい、はい、ですよね、そうですね、はい、ちょっとだから多分ね、問い合わせしないと、もう明日は無理かもしれない。いただかないと、はい、で、まあ平日がね、逆に言うとね、大体こういう作品っていうのは穴場になってきますから、はい、はい、ぜひぜひ平日とかでも時間作っていただいて、はい、見に行っていただくとよりお話ししやすいかもしれません、はいはい、はい、ですので、ぜひですね、終わってからですね、私はこう思いましたと、そう、はい、ね、その話するの大好物なんです、この人。あ、好きなんですもう、はい、大好きです。だってもうね、この企画の段階でこの役やりたいと思って脚本書いたっていう、ね。そうですそうですそうです。このお母さんの役をね。そうですそうです。だから、そう、お母さんの役から全部書き出してるお話になってるので、はい、本当にですね、何やろ、没入感半端ないですね。はい。なので、ぜひどこに没入するか、まあ、その人によって違うと思うんですけど、はい、見ていただいて、いろんな没入の仕方を楽しんでいただけたらいいなと思います。何回も見ていただいてね、はい、そうです、大山さんのね、はい、役、はい、伊沢さんの方でもね、はい、俺伊沢やわとか思う人もいるかもしれないし、ね、本当にいろんな立場で見れると思いますので、ぜひこれはもう映画館で見て、感想をね、本人たちにぶつけてみてください。僕ぶつけられますか？はい、まあまあ、ぶつけてください、よかった。コメントつけていただいてもね、はい、いいですよね、はい、もちろんね。はい、はい、ということで、明日から、はい、シアターセブンでいずれあなたが知る話公開となります。皆さん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。